伊豆崎美代です。さっきの考察の続きですけどね、まあもともと意味がないんですね。もともと意味なんかないんですよ。そこからね、考えをスタートしないといけないというかね、結局人間に他の動物のような本能がないっていうのは、結局本能がないってことは意味がないってことなんですね。だから結局意味って何なのかっていうのは本能なんですよね。カマキリが生きる意味っていうのは、とにかくカマキリっていうのは本能に基づいて、他の虫を捕らえて食べるわけですね。でバッタでも、蝶々でも、動くものがあれば、それはもう本能に基づいて、捕まえて食べちゃうということなんですね。で蝶々が生きる意味もね、アオムシの時代は、とにかく目の前の葉っぱを食べるとね、それが生きる意味なわけですよ。なんでそれが生きる意味なのかっていうと、本能で決まってるからなんですね。である時が来ると、なんだかサナギになりたくて仕方がなくなるわけですね。まあサナギになりたくなるっていうわけでもないですけどね。で、まあ、とにかくその本能に基づいて、蝶々になって、花から花へ飛び移って、蜜を吸って交尾して卵を産んだりするわけですけども、それがまあ蝶々の生きる意味なんですね。でなんでそれが生きる意味なのかっていうと、本能で決まってるからなんですよね。でそれはその高等動物でもそうですけどね。だからそれはチンパンジーでもオランウータンでも、そのはずなんですね。ボノボでもそのはずなんですね。で人間だけが本能によって生きる意味が決まってないんですよ。だから生きる意味って何かっていうと、それは本能で決まっているものなんですね。人間は生きる意味が本能で決まっていないから、人間が生きる意味がないんですよ。だからこそ、まあ、生きる意味について考えるわけですね。なんで人間は生きる意味について考えるかっていうと、生きる意味がないからですよ。で人間には何の存在価値もないんですね。でもちろん私にも何の存在価値もないんですよ。存在価値があるのは本能が備わった動物なんですね。まあ、植物でもそうですけどね。植物ってのはとにかく、まあ遺伝子でね、葉っぱがこういう形になるっていうのは、ちょっと暗くて分かんないですけどね、決まってるわけですね。でこの葉っぱの形そのものが生きる意味なんですよ。で今雨降ってますけども、そうすると根っこから水を吸い上げて各細胞に、水分を送り出すとね。でそうやって、まあ自動的に生きるわけですね。でこの自動的な作用そのものが、まあ、生きる意味なわけですよ。だから人間に備わっている生きる意味っていうのは、まあそういうことで、自動的に本能で備わっている部分ってまあ人間にはあるわけですね。だからこうやって立って歩くっていうのはね、相当に高度な、自動的作用でありまして、でこれをね口で説明することができるんですね。あ、できないんですね。口で説明することはできないんですよ。どうやって人間が歩いてるかっていうのを、歩き方の説明書ってね、人間作れないんですね。これ本能でやってるもんですからね。左右の足を交互に出してって口で言うけども、それだと歩けないわけですね。じゃあどの筋肉を具体的にどれだけこうね、右膝を20度曲げてなんとかとかってね、そういう風にして口で説明できない。だからそのまあ人間っていうのはその意味で言うと、歩くこと自体は本能で決まっているので、まあ、それは人間の歩く生きる意味だと言えますよね。あとまあ腹が減ったら、腹が減るってのはもうどうしようもなく腹が減るわけですからね。これも本能なわけですよ。ところが人間は余計なことを考えるわけですよね。その、食って寝るだけで人間はいいのかっていうふうにして思うわけですよ。で犬や猫は食って寝るだけでいいと思ってるわけですね。チンパンジーもそうなんですよ。食って寝るだけでいいと思ってるわけですよ。で食って寝るだけでいいと思ってるっていうふうにして本能で決まってるからなんですね。だからそのまあ言ってみればね、人間っていうのは生きる意味のなさね、存在価値のなさ、存在意義のなさまで本能で決まっているとね、そういうことなんですよ。だから人間には本能、いろんな本能があるんですけどね、自動的に歩いたりとか、あと自動的に咀嚼しますよね。物を噛んで食べるっていうのも、これも本能の作用なんで自動的に行われてるわけですよね。でそれと同じように、その人間には生きる意味がないというのも自動的に、ね、本能的に備わってるわけですね。だからこそそれに上がらって、自然の人間性に上がらって生きる意味を見出すと。だから生きる意味っていうのは結局はその、まあ、人工物なんですよね。生きる意味そのものは
生きる意味そのものが人工物なんですね。で、人間の創作物なんですよ。で、人間に備わった自然性というのは無意味なんですね。人間にとって自然というのは無意味なんですよ。人間の無意味性なんですよ。生きることも無意味性なんですよ。ね、なかなか我ながら面白いところに来たんじゃないかとね、結論としては、そういう話でありました。これね、話す前は全然この結論考えてなかったですからね、というわけでありました。